あんな風に思い出すのは嫌だ。俺を待ちながら窓に押し付けている小さな顔や、あのぎこちないダンスは出てこない。いつも悪夢ばかりだ。少しは忘れないとな。幸いこの街は厄介事だらけだ。俺はそれを見逃さない。CTOS に礼を言わないと。顔認識ソフトウェアに少し侵入するだけで個人情報へのアクセスが可能になった。誰一人傷つけさせない。通話を追跡するだけでいい。奴は近くにいる。見つからないよう慎重に行動しないとな。プロファイラーの出番だ。すぐ近くにいる。狙いは彼女に違いない。感じる。近くにいるはずだ。ちょっと話せないか。話すことなんてないわよ。おしまいよ、お会いに行く様。いや違うな、まだ終わりじゃない。どうか言ってよ。You gonna have a problem here? Jesus, asshole.
ニッキー、分かってる。パーティーだろ。もう終わるとこよ。どこにいるの？今向かってる。本当相変わらずね。ジャクソンが楽しみにしてるのに。早く来て。会いたいわ。俺もだ。すぐに行く。すまないが、出ないと。また後で。よし、脱出したな。いいか、乗り物がいるときは電話してくれ。手配してやる。中古車をか？ディーラーで登録したくはないだろう。詳しく聞いてないが、奴はどんな乗り物でも調達してくれる。あんたも必要なら。考えておこう。モーリスはどうした？ああ、やつなら元気なもんさ。いつもの廃棄場に捨てといてやるよ。死なれたら困る、ジョルディ。はいはい、生かしておけばいいんだろう。お前の両親に反するか？俺なら一発打ち込んで終わりさ。だが金をもらってる以上、好きなだけ生かしといてやるよ。仕事だからな。最も近い診療所もわかります。予約やリマインド機能もあります。 GPOS はいつもあなたのそばに。Your circuit, see some quit it, cause they don't get it. Fire music, my aim is, forget what my name is. Yeah, I ain't famous to be famous. Remember Troy Davis, beware. Clive Davis wanted to your art form, cause there's a party going on. Hotel, motel, I'm going in, don't care what they spit. Can't prevent the event. Some run to it, shun from it, been through it, still rock to it. I swear I've been sued, dude, with this news fit to spit, and a beat goes on. ニッキーの家は葬式以来だ。緊張する。去年レナは調子外れに歌っていた。ハッピーバースデーを。はしゃぎまくっていた。今は沈黙が怖い。と裏庭にいるんだろう。よし。何歳になったの？10歳。何歳になった？10歳。9歳でしょ？10歳。9年。それなら誕生日のお祝いに10回くすぐっちゃおっかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9。10だよ。10ね。ここで待ってて。もう1年ぶり。しかも遅刻だ。本当に悪かったよ、ニッキー。
来て。顔をよく見せて。老けたわね。ああそうか。それはどうも。レナのいない初めての誕生日。あいつはどうなんだ。今も私としか話さないわ。ヨランダの話じゃそういう自制の保ち方らしいの。ヨランダ、セラピストよ、ジャクソンの。助かってる本当に。辛いけど乗り越えてみせる。ああ、ジャクソン。いや、遅れて悪い。ハグしていいか。ああ、大きくなったな。ああ、そのそれはなんだ。おお、ヒーラーか。いいな、本物のおもちゃだな。おじさんと話すから上に行っててくれる？そうだな、すぐに行くから。今日は本当にありがとう。前とは違うって確かめたかったの。前とは違う。お前たちが俺の中で一番大事なんだ。お前たちを守り続けるつもりだ。いつになってもお兄ちゃんね。最後にここに来たのはレナの誕生日だ。ジャクソンはあの子が大好きだった。みんながそうだった。さっきまで子供たちがビジランテごっこをしてたの。話題のあの男の真似をしてね。当ててやろう。ジャクソンがビジランテだろ。いいえ、全員ビジランテよ。悪者は私だけ。なかなかの悪人を演じたわ。全員やっつけちゃった。もっと早く来るんだった。警告できたのに。おばちゃんは怖いぞって。あなたとママが倒れちゃった時、パパがバースデーケーキを作らなきゃって言ったの覚えてる？ひどい代物だったわ。焦げてて潰れてて。パパはいつもそうだった。ひどいことをたくさんしたけど、いつも家族のことを考えてた。あ、ねえ聞いてよ。あら、そう。いい、警察は逆探知できるのよ。住所を知ってるぞ。ドアの鍵は大丈夫かな。誰なの、どうして電話を。不安だろ、ニッキー。誰からだ。何でもない、バカないたずら。これで大丈夫だと思う。声に聞き覚えは。放っておいてよ、何でもないから。何でもない、侵入する気だろ。あなたにどうしてわかるの。鍵を確認してるからだ。ね、自分で何とかするわ。助けはいらない。ニッキー、そいつを見つけるよ。エイデン、変わってないのね。助けはいらないの。勝手に解決しようとするのはやめて。いつも状況を悪くするだけなんだから。帰るよ。ええ、そうして。大の男がいたずら電話か。逆探知されても平静でいられるかな。そこか。奴に逃げられる。これを恐れていた。家族への危険、まただ。
なんだって。な、電波が悪いな。聞こえない。聞こえてるくせにすぐにやめて。もしもし、聞こえるか。聞こえない。じゃあ切るぞ。誰かが金を払って嫌がらせをさせた。誰がそんなことに金を出すんだ。レッドセックのハックをくれ。 CTOS にアクセスする。まだ入手できてない。目をつけられてるぞ。時間をくれ。なら力を貸してほしい。通話の追跡は得意客の頼みをどうして断れる。待て、なんだこれは。俺の家族を脅した奴の通話だ。雇い主を突き止める。発信元はループ地区のどこかだ。それ以上はわからない。なら、もしループ内で CTOS をハッキングすれば。それなら正確な場所を割り出せるはずだ。それで行こう。ループ内に建設中の CTOS センターがある。うってつけだ。先月、デッドセックがあそこを攻撃して失敗した。おかげで警備が厳重になっている。簡単にはいかないぞ。気をつけろ。妹の小言みたいだな。心配するな。こっちも備えは怠らない。ブルームは CTOS センターに民間警備会社を雇って武装して戦闘にも備えている。だが問題ない。Baby, baby, baby, ride on the baby, 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 ride on the